の日本語転写は複数あるが、本記事では固有名称以外は、アンハイザー、ブッシュインウェブジャパンが定める、コロナと記載する。米国のビール同様、軽い味わいが特徴である。大抵の場合ジョッキやコップに注がず、栓を抜いた瓶からラッパ飲みされる。広告に、このビールは、立って、飲むのが、お行儀ですというキャッチコピーもある。そのまま飲むほか、テキーラのように塩分を加えたりする。また、8分の1程度にくし形切りしたライムを瓶の中に押し込んで風味をつけて飲む方法もある。過去には、ライムがなければ、コロナを飲むなというキャッチコピーが広告に使われたことがある。コロナビールを作っているモデロは1925年にメキシコシティで創業した。コロナビールは1926年に発売された同社の最初の製品の一つである。風味の劣化を防ぐために伝統的なビール瓶が茶色をしていたのに対し、コロナビールは売れ行きを優先して透明な瓶を使用した。1940年前後には従来の紙のラベルを廃止して瓶に直接ブランド名を書き、またコロナエクストラのブランド名を使用するようになった。1970年代から国際的に進出し、アメリカ合衆国のメキシコ移民の多い地域を対象に販売した。しかしながら、プエルトリコに同じ名前のビールがあったために法的な問題が発生した。モデーロは、最終的に1979年にプエルトリコのコロナビールを買収した。1980年代にはさらに南米諸国やヨーロッパにも進出したが、スペインではコロナの名称がボデガストーレスのワインの商標名として登録済みであったために、ここでも問題が発生した。トーレスとの交渉は2014年に締結され、トーレスはワインの商標名としてのコロナを維持するが、モデーロはコロナエクストラブランドのビールを販売できることになった。1989年にアメリカ合衆国でコロナライトというライトビールの販売を始めた。コロナエクストラがアルコール分 4.6%、148キロカロリーであるのに対し、コロナライトは 4.1%、99キロカロリーである。1997年にコロナビールはハイネケンを抜いて世界で最も売れたメキシコビールのブランドになった。2013年にモデロはベルギーのアンハイザー、ブッシュインベブの子会社になった。アルコール度数はすべて 4.5%。コロナビールはファインドユアビーチを謳い文句として夏に海岸で飲むものというイメージで売り出している。日本では2018年から神奈川県葉山町、森戸海岸でイベントを開催し、2021年にはビーチハウス、カーザコロナを期間限定でオープンした。しかしながら日光の中でライムが皮膚につくことによって植物性光線皮膚炎を起こす可能性があり、メキシカンビール皮膚炎と呼ばれることもある。2020年、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、コロナビールのウェブ検索数が急増した。コロナビールはコロナウイルスとは無関係だが、コロナという名称から何らかの連想をした検索が増えており、検索エンジンの傾向を示す Google Trends によると、2020年1月18から26日にかけてコロナビアウイルスの Google 検索が世界で 2300% 上昇した。一方で、風評被害も見られ、同年1月から2月だけで約2億2100万ポンドの売り上げが失われた。ビールを飲むアメリカ人のうち、現在はいかなる状況下でもコロナビールを買わないと回答した人が 38% に上った。モデーロは販売の落ち込みを否定していたが、メキシコ政府からの不要不急の産業の停止要請を受け、2020年4月5日からの操業を取りやめると発表した。また、ビールの生産過程でできるエタノールを使った殺菌ジェル30万本を寄付するなど、新型コロナウイルス対策に貢献すると発表した。2021年6月のブランドファイナンス社の調査によると、コロナビールの売り上げは前年度より 27.8% 下がったものの、3年連続で世界第1位を保った。ありがとうございます。